目の上まぶた、下まぶた、いろんな治療がありますけれども、今回は目の下まぶたに関する治療です。ここの、目の下の膨らみ、目袋って言ったりしますけども、この膨らみが多いと疲れて見えたり、年が取って見えたりします。それからこのたるみがあったりとか、あるいはへこみがあったり、こうよくクマって言われるようなへこみですね、いろんなところに対して治療がありますけども、今回は比較的たるみが少なくてこの膨らみが多いような方に、皮膚を切らないで裏側、目の裏側から脂肪を取り出すという経結膜脱脂という手術になります。皮膚を切らないで脂肪を減らして、この目の下の膨らみ、目袋のとこ、英語で言うとバギーアイリッドって言いますけども、こちらを改善して若返るような治療になります。膨らみっていうのは目の周りに脂肪があって、これがまあ年齢ともにこう出てくるような感じになってますので、ここのところの脂肪を裏側から取るっていう感じですね。こっちの方がちょっと膨らみ多いですね、はい。まあ、こっち右目の方を少し多めに取るような形になると思います。ちょっとデザインしてみましょう。この青いのがへこみの部分ですね。これが膨らみ。この外は眼下じゃなくて皮下脂肪の場合もあるんで、この部分は取れないこともありますけど、こっちが取れるとだいぶ変わると思います。こちらの裏側から眼下脂肪を取ったところね、今外側には傷がないですね。内出血もほとんどしてないですね。取りすぎない程度で取ってみて確認して、ちょうどいいかなって思ったらこれぐらい。